はい、またまたね、はい、今日もまたやね。なんででしょう。なんでですか。せっかくね、天気はいいのに、ね、めっちゃいいのに、うん、雨降ってた時の方がやっぱ良かったね。良かったね、なんだろうね。本当だね、こっち口がよく、あ、でもそんなわけないもんね、うん、先週良かったね。そうだね、まあね、気を取り直してね、はい、はい、行きたいと思います。じゃんけんをしよう。おー、またやったー。君、電波に助けられてんじゃないの。お電波は私の味方やで。じゃあ、電波よくしてください。疲れた。はい、さあ、じゃんけんしましょう。角谷司さんが改めて、隊長おしんさん、相原さん、こんばんは。こんばんは。映ってるは映ってるっぽいですね。あ、およかった。よかった。よかった。はい、今日もすいません、放送がなかなか ね、うまくいかずに。すいません。だよね。はい。よし、じゃあ今日は、はい、荷物持ちじゃんけんをしたいと思います。お、急に良くなったってなってます。おお、やったー。これですか。ここだ。やっぱ駅前がいいのか。スタドンか。スタドンか。スタドンだ。スタドンスタドン最高。やばい、時代はスタドン。よし、気合が入ってきた。よし、じゃんけんしようか。おう、せーの、最初グーじゃんけんぽい。さっきチョキで負けたからチョキ出さなかったのに、そしたらダメだった。チョキ出してからかった。最初のグーじゃんけんぽい。やったー、おしんさん連勝。しんちゃん強いね。うん、やったやった。隊長ちゃんと持ってよ。あ、ボイトさんが、はい、こんばんは、ビーム髪型かわいい、とりあえず言っとく。とりあえずかい。ありがとうございます。夕焼けベイビーさん、こんばんは。お、夕焼けベイビーさん、こんばんは。お、みんな改めてちゃんと調子よく見れてるんだ、ね、ありがとうございます。角谷司さん、隊長、じゃんけんとなると気合が入ってますね。わかります。ケロリンコさん、これ生なのかなって言ってます。生です。生です。荷物持ちをさせられてます。荷物持ちじゃんけんを今日はしながらの1時間を せっかく今日出来上がったばっかの雷が見えないっていうね。本当だ。BDTC さんが、BDTC さん、その頭のピンクのは何式アンテナ。これが電波妨害。これでこれはですね、あの先週にブロークンドールさんという下北のお店で買った、調査中に買ったオリボンを今日はしてきたのです。そう、安くてね。そう、安くて可愛い。ボイトさんが、荷物持ち番組小学生かよ。あ、やっとみんなあれだ、今から見れてる感じですね。あ、じゃあ改めて今日の前半にやった30分ぐらいの流れ、もう一度やってきますか。もう一回やる。もう40分。40分の流れ、何してた。うちらだったのか。大丈夫、無駄じゃない。大丈夫、あのね、じゃあ最初にもう山本隊員にちょっと荷物を出したい。あ、そうだね。さっさか早くポイント行こう。今日は、先週、はい、下北のスティールファクトリーさんで注文した雷 T シャツを、受け取りに行ってきました、はい、じゃん、こちらです。出来上がりました。おぉー。で、今日も3週目にしてしまった。OK、 3週目にしてやっと晴れたので、街をちゃんと調査したいと思って、街に出ているところで、この荷物持ちじゃんけんをしながらやってたんですけど、はい、電波が悪くてすいませんでした。すいません。BDTC さんがちょうだい。お、ボイトさんが、お、 T シャツ。今気づいてますね。今角谷司さんが、とてもかっこいい T シャツですね。すごいですよね。ボイトさんが、思いのほかよくできてる。おー、すごいでしょ。何の超いいじゃないですか、みんな。どんだけこの40分が無駄だったのか。BDTC さんが、明日は夜中に銀座って言ってました。そうです、そうです。それも言おう。はい、5月の1日、はい、明日ですね、はい、23時から、朝の5時まで、はい、この番組、雷調査団がお世話になっておりますお台場 TV、時空 TV の方が1周年記念を迎えました。イエイイエイ。はい、それに伴い、特番として、銀座で朝まで奈良テレビっていう番組を生放送でさせていただきます、はい、ちょっとなんで聞いてるの。一生懸命今言ってるやん、まあまあ、銀座のブギウギというバーで、ブギウギというバーでね、チャージが1000円ですよ、はい、皆さん。よそ自慢大会をしたり、時空 TV、お台場 TV、ならではの MC さんがいろいろ集結します。はい、はい、ぜひとも遊びに来てください。我々は何をするのかな。はい、我々、この朝まで生テレビの総合司会という形で、はい、イエーイいう感じで、はい、参加させていただきますので、ぜひともお時間ございましたら、銀座のブギウギ、
最寄り駅は有楽町の方にあるんですけど、はいはい、検索の方で銀座、漢字で銀座、はい、カタカナでブギウギと検索していただいたら、はい、場所の方はしっかりと出てくると思いますので、はいはい、ぜひそちらの方検索して、はい、ちょっと来れないなっていう方はチャットの方で ね、 ぜひぜひぜひ見ていただけたら嬉しいと思います、はいはい、そして、4月27日からですね、はいはい、我々が放送させていただいているユーストリームさんの方でね、ユーストリームジャパンというのがね出来上がりまして、おめでたい、でそこの何あのバッあのバッバッなんかそれからソフトバンクさんがね、はい、孫様、はい、ユーストリームジャパンさんで行きまして、はいはい、それに伴いましてですね、渋谷の、はい、渋谷にユーストリームスタジオっていうのができたんですけど、はい、そこでね、今後我々もね、そこで放送できればいいかな、いいなって思ってますので、しまし、ぜひしたいですね、はい、まずはだからそのユーストリームスタジオの方を我々が調査して、うん、他の番組の人たちが使う前に一刻も早くそうだよね、はい、調査をし、報告をしたいと、そう、本当だ、だから我々が、ね、時代の先駆者になるようにね、パイオニアに、そう、ユーストリームジャパンさんと共にね、はい、ソフトバンクさんと共にねいや本当に、はいね、世界に広げていければなと思っております、はい、よし、一生懸命頑張ろうね、一生懸命、はい、頑張ろう、というわけでじゃんけんするか、もうあ、もういいよ、じゃあとりあえず今日のはい、行きましょう、行っちゃおう、はい、今日今締めみたいじゃなかった、ね、本当だよ、あと何分、あと14分しかない、あと14分、早いですね、今日早いよ、時間が、20分番組ですか、ね、結構ね、最初の 2,30 分にすごい充実した内容があったんだけど、あったの、そうなんですよね、それがね、ちょっとここになってるっていう悲しい人生が ね、 そうですね、まあでも、ね、まあでも、あれですよ、この20分で取り戻せばいいんですよ、そうだね、はい、そう、プラスに考えていきましょう、プラスにね、そう、これ 100% ゆきて言ってるじゃないですか、はい、ほら、ジャニーさんそうですね、はい、あ、ボイトさんがスタジオもよく貸してくれたな、話題になるよ、頑張れって、まだ借りてな、はい、借り入れてないです、今申請中です、申請をしようと思ってるってこと、はい、だから私たちの番組が充実してれば充実してるほど、そのユーナリムスタジオの借りやすくなる、そうです、そうです、でも我々の番組はね、東京の文化と歴史、はい、東京の街を調査する話題なんでね、はい、ぜひぜひね、うん、はい、あとねえねえ、明日はスタート何時が本当なのでしょうか、なんかいろいろ情報が錯綜してて、いや、明日は23時ですね、はい、明日23時、23時スタートです、はい、はい、我々が司会を務めさせていただきますので、皆さんぜひ遊びに来てください、ちょっと明日の情報のテロップを出します、あとで、明日の情報のテロップを今あ、今、はい、今出しました、はい、やりました、今皆さん見てください、見てください、はい、じゃあでもね、やっぱね、毎箇所で来てくださるチャット調査員の方もね、はい、明日遊びに来てほしいよね、うん、会いたいであります、会いたいでありますよね、我々ね、その時はね、みんな、そう、雷メンバーはこの T シャツを着て、はい、出演しますので、はい、それも見ていただきます、あ、夕焼けベイブさんがビームさんに会いたいような気もしますが、オールはきついって言ってます会いたい気もするだけだよ気のせいかもしれない、じゃあ今下北にほら、あ、今下北に来たら私に会えますよ、あと10分ぐらいで会えちゃう、ゆうやきベイブさん来てくださいよ、ね、ぜひ、うん、会ってみたいのでぜひお待ちしております、はい、はい、アンディじゃない私を見てください、何アンディって、前の男役、なんだっけそれ、私が前にやってたらいいから聞くからそう、ね、見に来てね、お前らなんてことやって言って、お前らぶちかぶせてくれみたいな、いやでもすごくね、本当男男だったよ、いいなぁ、忘れたい、うわぁ、おめぇ、うわぁ、みんなと会いたい、ねぇ、みんなとね、飲んでね、カラオケとかで歌ってね、そうですね、宴会したいよね、あ、ケロリンコさんがなんとかいけるかもって、おケロリンさん、ありがとうございます、
よかったね、ビーム。うん、ね。よかったね、ビーム。よかった、よかった。うん、いや、本当にね。夕焼けビームさんが可愛い子連れてきてくれたら行くかも。いや、可愛い子ですよ。私。あの、しんちゃんとかね。なんでしおりんとかね。うちがなんでここに出てくるの。しんちゃんのしおりんもね、いますので、ぜひね。姫もね、姫が。あの店はでも酒が高そうだぞ。いや、そんな高くないと思います。そんな高くない。リーズナブルなのでね。チャージが1000円っていう。チャージが1000円なんだよ。そしてオリジナルメニューもあるんでしょ。そう。そう。オリジナルパッケージ。その日しかね、飲めない、食べれないオリジナルメニューもございますので、はい、ぜひ、はい、お越しください。はい、お待ちしております。あと10分。10分ですか。こんな道路のど真ん中で。であんまり離れるとまたあれが。私たちは何を調査したんだ。街をね。調査しているよね。調査しているんですよ。ちょっとね、重いね。重いでしょ。山本隊員。最後じゃあもう一回ジャンケンする。そう、しましょう。こっから最後までな。じゃあ、あと10分だからじゃあもう一回荷物持ちジャンケンしよう。いくよ。あ、もうやだな、私絶対負けたくない。負けたくないね、みんな同じ気持ちは。はいはい、行きましょう、はい、せーの、最初はグー、じゃんけんぽい。ヤマモト、ヤマモト。何出す、何出す。ちょっとやるよ、そういうチームで。私、パー出すわ。じゃあ、チョキ出すわ。あ、銀だこありますね。銀だこはそこの角ですね。あ、銀だこ、はい、あ、もうすぐありますね、銀だこ。はい、じゃあ、いきます。せーの、最初はグッ、じゃんけんぽい。やっほー、よっしゃ、よっしゃ。腹黒い女と、マジか。バカって。早く歩きよ。バカって。ビーム行くぞ。身軽って最高。ひどくない。しかもさ、うち荷物持ってない時って結構後ろであんま映ってなかったのにさ、さらに荷物持って後ろ交代みたいな感じ。いや、それは出ましょうよ。来た、出番が来た。お尻の出番が。優しいよね、うち。知ってる、ごめん、知ってる。行こう、ビーム。ボイトさんが、おしんの今日の服良いよねって。あ、本当ですか。ちょっと珍しく帽子かぶってますもん。あ、そう、さっき帽子もいいって言ってましたね。 ありがとうございます。本当は帽子めっちゃ苦手なんですけど。そうだね。そう、昨日、この前、くまちゃんの帽子かぶってサメアップしたんですか。はいはい。じゃあなんか帽子良かったって言ってくれる子がいて、友達が。だから、あ、じゃあちょっといろいろ試そうと思って。いろいろ試さないと、試さないとダメね。私は今もそんなこと言ってたのに。そうです、僕も何もつけてない。ちょっと今も褒めて。僕何もつけてない。褒める、褒めない。カダイさんが、おしんさんを先頭にすればいいと思います。あ、じゃあローリングゲームみたいな。そうなんですよ。 DDTC さんが、その紙袋のかけ方があって笑ってください。これが、つかささんが、画面を通してみると下北の活気の良さが伝わります。人も多いの。人も多いしね、すごい。でも盛り上がってるね。夕焼けベイブさん、なんとなくどこの通りかが分かった。なんとなくです。今ちょうど駅行きましたよ。はい、南口商店街、下北さんの駅。こっち側。はい、行くよ。さあ、
前にいる人たちのちょっと、ね、あのドライな視線を受けながら、すごいもんだって。大丈夫よ。いつも俺でニコってしてるけど、もうそんなことないよ。これさ、小田急線沿いから見えるとお店だ。そうですね。小田急線に乗るとですね、はい、線路からここのお店見えるんですよ。あ、そうなんですか。うん、で、私ずっとバナナフィッシュさん。はい、バナナフィッシュさん。そう、私ずっと、ね、あ、こんにちは。もう閉店かな？あ、閉店ですか、もう。あ、まだ閉店。あの、あ、どうも、我々ですね、時空 TV、お台場 TV っていうところから発信 してます、雷調査隊というネット番組のものなんですけれども、今、我々はですね、東京の人、食、歴史、文化を紹介しているものなんです。で、まあ、僕、たまに下北に行きまして、すごい気になってたので、ちょっとここで調査させていただきたいなと思いまして、ね、お姉さんもすごくおしゃれなので。かわいい。ちょっと、上のものに聞いてみないと、なんともそうですよね。そうですよ。ちなみにお姉さんはあの紹介しても構わないですか、ね、おしゃれなんで。お姉さんを、お姉さんをぜひ、お姉さんを映せたらなって思ってるんですけど、すごい怪訝な顔されちゃいましたなんだこの野郎。ちらって登場とかってしてくれたりしませんか。よかったらぜひ。そうです、東京の人食歴史文化を紹介しているもので、カメラ向けて大丈夫ですか。下北の街を操作してて NG なんでこんな可愛いのにもじゃ顔は映さない。顔は映さない、はい、洋服はもう全部こちらのお店のやつです。しんちゃんが可愛いって言ってるんだよ。そう、そのクマさんめっちゃ可愛い。ボイトさんがおやんわり断られてすいませんでした。すいません、ご迷惑おかけして。また買い物しに行きます。そう、あの、好きそうじゃないですか、この子の子からして、この店は。小田急線沿いからお店見てて気になってたんですよ。そうなんですね、はい、なんか多分全然上のもの一回通してもらえればそういうの全然大丈夫。あ、本当ですか。じゃあ、はい、また、ね、まあ、今日時間もう時間、ね、放送終了になっちゃうので、こういうものなので。あ、夕焼けベイビーさんが顔が気になるので今度行きます。視聴者さんが来てくださるそうです、はい、とっても可愛いです。ここから上を写すのも上の許可が必要です。なんか私個人だったら多分大丈夫。あ、やった。いいちょっとだけ、ちょっとだけ仕事中の。あ、仕事っぷりをね。仕事っぷりを。なんか名刺とかってございますか。はい、あ、お渡しすること。はい、渡しますか。ありがとうございます。そうですね、もう語り口がもう店員さんなんですね。ショップ店員ですね。アパレル店員さん。我々ショップ店員も紹介している番組です。ショップ店員調査隊といって。じゃあちょっと上のものに渡してきます。はい、よろしくお願いします。あの、プライベートな買い物になってるから。ヒョウ柄とか好きですか。お姉さんも調査しに行きますので、はい、すいません、よろしくお願いします。どうもありがとうございます。お邪魔します。カミナリ調査隊でした。業務的だね。かわいい、いい人でしたよ。ね、もう時間も時間ですか。あ、そうですね、あと、もう1分、あと1分。あ、すみません。ダメだ、ダメだ。ここから早くはい、はい、あ、いいですね、キラキラしますね。はい、というわけでですね、はい、今日も下北沢を、調査いたしました。はい、はい、もう電波 の、ね、状況がちょっと芳しくなかったですけど、すいません、はい、申し訳ないです、うん、はい、で、明日、はい、明日楽しいイベントがあるんですよ、皆さん。はい、はいはい、5月の1日、23時から、時空 TV お台場 TV1 周年記念を記念いたしまして、特番23時から朝まで銀座生テレビっていうのをさせてもらいます。銀座ブギウギ、先ほど URL かな、出してもらったことを出していただいてるんで、はい、そちらの方を検索していただいて、銀座ブギウギで朝まで我ら雷調査隊が総合司会務めさせていただきますので、うん、はい、ぜひ遊びに来てください。あ、 DDPC さんが明日御苑行って余力があったら銀座行きます。朝まで
ボイトさん明日頑張ってください。ボイトさん行きましょうよ。ボイトさん夕焼けベイビーさん お疲れ様でした。最後になんとか見れてよかったです。明日待ってますよ、夕焼けベイベーさんもね。そうですね、はい、はい、またそしてね、明日もね、ユーストリームジャパンさんの方で、はい、お送りいたしますので、はい、皆さんお付き合いください。はい、はい、お願いします。生放送で明日もね、お店行けないよって方もね、生放送で見れますので、はい、はい、ぜひ皆さんそちらの方もユーストリームジャパンさんでね、登録して、はい、見てください。はい、はい、お願いします。それでは今日も 1時間お付き合いありがとうございました。ありがとうございました。ハミネーションズ大デラックスでした。イエーイ。